はい、どうもこんばんは、アティです。今日はですね、ちょっといつもと思考を変えて、今はちょっとね、これ普通にトラックアタックやってるんですけど、この次のステージから視点操作をしないでやってみようと思ってます。なので、ただ勝手にね、カメラ動いちゃう部分はあるんで、完全に固定で動かないってわけじゃないんですけど、ちょっとね、見ていってもらえばと思います。ということで、ホバーボードです。フォールガイズ、基本的にこう、視点操作結構大事なゲームで、今もね、こういうところだってちゃんと壁裏とか、視点操作して見ながらやる方が絶対安全だし、この後のね、いろいろ飛んでくるやつとかも絶対向こう向けてる方がやりやすいんですけど、ちょっとね、こういう縛りプレイもやってみてもどうなんだろうと思ってやってみてます。いや、でもね、これやってみて思うんですけど、やっぱりね難しいですよ。この辺とか下でね、船が来てる感じとかも本当は見たいけど、見ないし、この辺も難しいですよね。本当はいつもここ横通っていくけど、それもしないで。だから、最近ほとんど使わないこのフリッパー使っていく方法でやってますもんね。でも、なんか、たまたまなんかね、この時のマッチが、悪い意味であたりで、このね、ホバボでもう4人まで減っちゃうんですよね。なんか知んないけど4人まで減っちゃったんで、もう3戦目でロールオフ来ちゃいました。で、いや、これもね、ちょっと見てもらいたい。ロールオフも、視点を動かさないとどんな感じになるかって。で、これ今、一切右スティックでの視点操作っていうのは行ってないです。いや、すっごいやりづらい感あるの分かりますかね。で、ただね、これ、幸い、オレンジが中穴。オレンジが中穴で、青が4ジャンでした。なんで、どちらかといえばね、すごい簡単な方のロールが来たので、とりあえずは大丈夫だろうという感じで落ち着いてやってます。この壁裏が広いこととかも分かってるから、だから、そういう意味ではロールオフに関してはこうつかみ合いじゃなければ、まあできんのかなって感じですね。いや、でもね、違和感がすごいっすよ。こんな視点でやんないから、自分がロールのどの辺にいるかっていうのが今も結構危なかったんですけど、どの辺にいるかっていうのがね、あんまりイメージできてないですね。ただ、ホバボで4人になっちゃうような中でやってるんで、今回はね、ちょっと、言い方悪いけど、マッチのレベルに助けられてますね。どうなんだろうな。ちょっとね、配信でやってみたいけど、配信でやったらもう、いや、ヘキサとかなんてね、もう絶対視点操作しないことにはどうにもならんゲームだし、ちょっとね、ただ今後のネタとして一つありかなとは思ったんで、また時間があればやるかもしれません。ですので、ぜひぜひ、ショート動画配信含め、お楽しみにということで、そんな感じで今回ね、ちょっと視点操作なしでやってみました。もしね、通常のプレイにちょっと飽きてきちゃってる方はやってみてください。
それではまた次回動画配信などで一緒に遊びましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。